日程第1から日程第22までの議事を継続いたします。橋本龍一君。皆様こんにちは。公明党橋本龍一でございます。6月定例会での登壇の機会を与えていただきました市民の皆様はじめ関係各位に厚く感謝申し上げます。先日能登半島地震復旧さなかでありましたが、石川県において震度5を観測する地震がありました。住民の方におかれましては不安な夜を過ごされたことと存じます。ここ最近全国的にもまた県内においてもやや揺れの強い地震が観測されております。熊本地震から8年になりますが、改めて日頃の備えを怠らず行っておくことの必要性を感じております。それでは通告に従い質問に入らせていただきます。大項目1、軟骨伝導イヤホン導入について、いわゆる高齢等により耳が遠くなり会話が聞こえづらい方にとって他の人とのコミュニケーションは取りづらいものがあるかと存じます。市役所本庁窓口対応におきましても担当されている職員の方におかれましては、聞こえづらさのある方への配慮や支援について対応を図っておられることと存じます。そこで質問いたします。高齢者や難聴の方など視聴者窓口における聞こえづらさのある市民への対応支援について健康福祉部長にお尋ねいたします。他の質問は発言席にて行います。よろしくお願いいたします。健康福祉部長福本圭三君。皆さんこんにちは。議員ご質問の市庁舎窓口における聞こえづらさのある市民への対応支援についてお答えいたします。本市の窓口には毎日多くの方が来庁されますが、高齢化が進む中、加齢により会話が聞こえづらい方も増加しております。また昨年5月にコロナ感染症が5類となって以降、職員のマスク着用は任意としておりますが、特に高齢の方の利用が多い窓口では来庁者への配慮の視点から現在もマスクを着用する職員が多い状況です。そのためマスク越しで声が通りにくく、口元も見えないことから職員の説明が伝わりづらいと感じる方もおられます。このような中、窓口に会話が聞こえづらい方が来られた際には、職員が周りの状況に配慮しながら可能な範囲で大きな声でできるだけゆっくりと話しかけるなどの対応を行っております。加えて来庁者の聞こえづらさの度合いや事務手続きの内容等に応じて資料を指さしながらの説明などを行うとともに、聴覚に障害がある方には筆談や本庁舎内に配置している手話通訳者を交えての対応を行うほか、プライバシーに関する内容を聞き取る場合には間仕切りされた相談室を利用するなどの配慮も行っております。本市としましては、聞こえづらさのある方をはじめ、支援の必要な方のに寄り添い、心のこもったきめ細やかな窓口サービスを提供できるよう、さらに職員の接遇能力の向上に努めてまいります。以上、お答えといたします。橋本龍一君。
視聴者窓口においては、会話が聞こえづらい方への支援について、本人の状況に合わせ、周りの状況に配慮しながら、声の大きさを調整したり、筆談や手話通訳を交えての対応を行っているとのこと、また、要件がプライバシーに関する内容の際には、間仕切りされた相談室を利用するなどの配慮がなされているとのことであり、きめ細やかな対応が図られていることが理解できました。部長答弁に、その方の聞こえの状況により、周りに気を配りながら大きな声で話しかけるとのことでありますが、新型コロナ感染症の拡大が落ち着いてきている状況ではあるものの、以前のように本人の耳元近くで話を行ったりすることはまだできない状況であると思われます。部長答弁にもありましたように、窓口担当のほとんどの職員の方がマスク対応であり、口元が見えないので余計分かりづらい状況にあると思われます。補聴器をかけないまでも聞こえづらさのある方にとっては、窓口での会話のやり取りのしづらさは大きいものがあると存じます。そこで、こういった方々への支援器具として、軟骨伝導イヤホンを紹介させていただきたいと思います。2004年、奈良県立医科大学耳鼻咽喉科教授である、現同大学の学長である細井宏氏が、耳入り口付近の軟骨に音声情報を含む振動を与えると、音声情報が明瞭に内耳に伝えられることを発見し、軟骨伝導と命名されました。軟骨伝導イヤホンは、この軟骨伝導の仕組みを応用し、開発されたものであり、耳の穴を塞がずに耳に当てるだけで明瞭に聞こえるほか、これまで最先端とされていた頭蓋骨を震わせる骨伝導と比べて音漏れが少なく、従来の補聴器のようなピーとなるハウリングも起きないことから、第3の補聴器と呼ばれています。近年、全国の自治体において、この軟骨伝導イヤホンの行政窓口に設置する取り組みや検討が見られるようになってきております。そこで再質問いたします。軟骨伝導イヤホンの認識と視聴者窓口への導入についての見解を健康福祉部長にお尋ねいたします。健康福祉部長福本慶三君、議員ご質問の軟骨伝導イヤホンの認識と視聴者窓口への導入について自席よりお答えします。議員ご承知のとおり、軟骨伝導イヤホンは耳の入り口付近にある軟骨に振動を当て、耳の内部に音源を発生させることで、空気の波を通じて鼓膜が震え、音が聞こえるという軟骨伝導の仕組みを利用したイヤホンです。このイヤホンは、重い難聴に細やかに対応できる補聴器とは異なり、主に軽度の聞こえづらさを補助する簡易的なツールであるため、活用の範囲は限られます。一方で、耳の軟骨付近に軽く添えれば音が聞こえるという手軽さや、耳を塞がない形状のため、通常のイヤホンに比べて外部の音も聞こえ、イヤホンの音は漏れにくいという利点もあります。さらに、このイヤホンは耳にかけて使用するため、耳の中に装着するものに比べ、衛生的で汚れにくいという利点もあり、窓口での利用に適していると考えます。会話を聞こえやすくするツールについては、軟骨伝導イヤホンをはじめ、対話支援スピーカーなどがありますが、本市の窓口では現在のところ、これらの機器は未設置となっております。しかしながら、窓口における高齢者をはじめとした聞こえづらさのある方への支援は、市民サービスの観点から今後、充実を図っていく必要があるものと認識しているところです。本市としましては、軟骨伝導イヤホンの導入に向けて、前向きに検討してまいります。以上、お答えといたします。足元隆一君。ありがとうございます。この軟骨伝導イヤホンは、来年の令和7年4月から開催される大阪・関西万国博覧会の会場においても展示され、
また体験もできると伺っております。ご存知のように万国博覧会は人類が築き上げてきたその時代の技術芸術の頂点を世界に向かって発信する機会の場であると言われております。そこに展示されるほどの優れた器具であることを申し添えたいと思います。部長答弁において窓口に来られる高齢者をはじめとした聞こえづらさのある方への支援は市民サービスの観点から今後充実を図っていく必要があると認識しており、今後前向きに検討していきたいとのお言葉をいただきました。まずは高齢者の方などで聞こえづらさのある方が割と利用される窓口、モデル的に設置していただき検証をいただくようにされてはいかがでしょうか。軟骨伝導イヤホンの聴者窓口での設置について、ご検討いただきますよう強く要望してこの講を終わります。以上、橋本隆一君。はい。第項目に、がん患者等へのアピアランスケアについて、はじめに、質問の表題の中にがん患者等と表記しておりましたが、今回の質問はがん患者への支援について特化して尋ねるものでありますので、等の字を省かせていただき、がん患者へのアピアランスケアについてと訂正させていただきたいと思います。ご了承ください。アピアランスとはこれ英語でありますけれども、外観とか外見とかいう意味になります。2013年7月、国立がん研究センター中央病院内に、アピアランス支援センターが新設され、アピアランスケアとは、医学的また姿を整えるという意味での西洋的および心理社会的支援を用いて、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアであると説明されています。ご案内のとおり、がん治療により、脱毛、肌色の変化、手術痕などで外見に変化が起こることにより、鬱になったり、周りの目が気になり、外出をためらったりする状況にある人へのサポートと言われています。アピアランスケアは、がん患者の方々が、それまでと同じ社会生活を送るために必要な支援策として、大変意義のあるものであると思われます。そこで、まずアピアランスケアの認識について伺います。また、アピアランスケアとして、がん治療によって抜けた毛髪をカバーするための支援として、医療用ウィッグがあります。この医療用ウィッグ購入費助成制度への取り組みについて、以上2点について、健康福祉部長にお尋ねをいたします。健康福祉部長、福本圭三君。議員お尋ねのアピアランスケアの認識についてお答えします。アピアランスケアとは、がんやがん治療によって外見が変化しても、その人らしく社会生活を送れるよう患者さんを支えるケアのことです。国の統計では、2人に1人は一生のうちに何らかのがんにかかると言われております。がんは検診などで早期に発見ができれば、治る可能性が高くなっており、また、治療技術の進歩により、治療法の選択肢も広がっております。しかし、外科的手術や抗がん剤、放射線治療などの影響により、手術痕や脱毛などで外見が変化することもあり、人との関わりなど、外出の際に大きなストレスとなることも多く、がん患者の精神的な苦痛につながっております。そのため、医療用カツラ、いわゆる医療用ウィッグなどを着用することは、がん患者の精神的な苦痛を軽減し、前向きな治療や療養生活に取り組む手助けとなり、就労や社会参加につながるなど、生活の質を向上させる効果があるものと認識しております。がん患者からの医療用ウィッグの相談ですが、八代県域には、がん診療連携拠点病院である熊本労災病院と、熊本総合病院に、がん患者や家族からさまざまな相談、心の悩みをお受けするがん相談支援センターが設置されております。
センターには年間約1000件の相談が寄せられる中で、医療用ウィッグ購入の相談は昨年度35件あっており、医療用ウィッグは医療保険の対象とならないため、購入に対しての助成など経済的な支援がないかとの相談があるとのことです。次に、医療用ウィッグ購入費助成制度への取り組みですが、がん患者の経済的負担軽減のため、医療用ウィッグなどの購入費助成事業が全国30都道府県で行われており、県内におきましては、昨年度までは3町村、本年度から熊本市をはじめ、新たに7市町村が医療用ウィッグなどの購入費助成に取り組まれております。本市としましては、医療用ウィッグは、がん患者の社会参加を促進し、療養生活の質を向上させる効果もありますので、今後、県をはじめ他の自治体の動向を注視し、購入費助成について検討してまいります。以上、お答えといたします。橋本龍一君。はい。がん患者へのアピランスケアの認識、また医療用ウィッグについての相談体制や相談状況、および医療用ウィッグ購入費助成制度への取り組みについて理解することができました。本議員は令和2年12月定例会において、医療用ウィッグ購入費助成について検討していただくように要望しております。当時の部長答弁においては、がん患者への医療用ウィッグにつきましても、引き続き他自治体の助成内容等について情報収集してまいりたいとのお答えでありました。今回のただいまの健康福祉部長答弁においては、全国の自治体や県内において助成制度を実施している自治体の状況についても述べられ、本市としても県や他の自治体の状況を注視しながら、医療用ウィッグの助成を検討していくとのお答えであり、一歩前に踏み込んだ答弁であるとの印象を受けました。県においては、令和6年3月に策定された第4次熊本県がん対策推進計画において、県はがんの治療に伴うアピアランスの変化に悩む患者に対し、経済的および心理的負担の軽減の支援について検討しますと明確に述べており、すでにその検討に入っているとの話も伺っております。今後、県の助成制度が確かなものになれば、これと合わせて、本市においても医療用ウィッグの購入費助成を踏まえたアピアランスケアの支援について実施していただきますよう要望して、この講を終わります。橋本龍一君。はい。第項目3。子宮頸がんを予防する HPV ワクチン接種の取り組みについて、子宮頸がんワクチンの発症予防を目的とした、ヒトパピロマウイルスワクチン、いわゆる HPV ワクチンについて、令和4年4月より定期接種対象者への積極的勧奨が約9年ぶりに再開されております。そこで質問いたします。まず、積極的勧奨再開後の市の対応についてお尋ねいたします。平成25年6月から約9年間、積極的勧奨を差し控えていた期間に、定期接種を逃した方に対しての支援として、国は積極的勧奨となった令和4年4月からキャッチアップ接種を設けております。これは3年間の期間限定でございます。このようにキャッチアップ対象者への接種期間は、今年度をもって最後となりますので、令和7年3月をもって終了することとなります。HPV ワクチンは6ヶ月の間に間隔を空けて3回の接種が必要とされていますので、今回キャッチアップ利用の接種についての質問をするタイミングはこれが最後となります。そこで定期接種対象者及びキャッチアップ対象者への HPV ワクチンについての周知方法はどのようにされていますかお尋ねいたします。最後に、ワクチンの対象者への
接種状況についてお尋ねいたします。以上、子宮頸がんを予防する HPV ワクチン接種の取り組みについて健康福祉部長にお尋ねいたします。健康福祉部長福本圭三君。議員お尋ねの子宮頸がん等を予防する HPV ワクチン接種の取り組みについてお答えいたします。HPV ワクチン接種は、ヒトパピローマウイルス、いわゆる HPV の感染を防ぐことで、子宮頸がんの発症を予防する有効な手段となっております。平成25年4月から定期接種となったものの、同年6月に副反応報告が増えたことから、国では積極的な勧奨を差し控えられていましたが、その後、HPV ワクチンの安全性や有効性が認められ、令和4年4月から積極的な勧奨を再開されております。そのため、本市におきましても、国に呼応し、ワクチン接種に取り組んでいるところです。定期接種の対象者は、小学6年生から高校1年生相当の年齢までの女子で、周知方法はワクチン接種の案内に加え、接種の効果や安全性、副反応などを理解していただくためのリーフレットを配布しております。中学1年生及び高校1年生の家庭には個別郵送を、それ以外の学年の家庭には学校を通じて配布しており、毎年5月に対象者全員に対し接種を案内しております。また、ワクチン接種の勧奨を差し控えていた時期に、接種機会を逃した年代の女性に対しましては、HPV ワクチンを無料で接種する、いわゆるキャッチアップ接種を行っております。このキャッチアップ接種については、本年度が最終年度となり、来年3月までが接種期限となっております。対象となるおおむね17歳から26歳までの女性に対しましては、接種を勧奨するため、昨日、ワクチン接種の案内を個別郵送にしております。さらに、市ホームページでも各種リーフレットの掲載や、厚生労働省の HPV ワクチンに関する専用ページを案内するなど、情報提供を行っております。次に、HPV ワクチンの対象者の定期接種状況については、4月末時点で192人が接種を終了し、未接種者は2387人となっております。また、キャッチアップ接種については、令和4年4月の制度開始から本年4月末までに1354人が接種を終了しており、未接種者は4632人となっております。昨年4月からは、定期接種に使われるワクチンに、子宮頸がんの原因である HPV を 80% から 90% 防ぐといわれる9価ワクチンも新たに適用されております。本市としましては、より多くの市民に接種の有効性をご理解いただけるよう、引き続き HPV ワクチン接種の周知啓発に取り組んでまいります。以上、お答えといたします。橋本龍一君。ありがとうございました。定期接種対象者である小学6年生から高校1年生の女子に対しての周知方法は、学校を通じて対象者全員に接種の案内を行っており、特に中学1年生と高校1年生の女子がいる家庭に個別輸送を行っているとのことが確認できました。市のホームページでもリーフレットの掲載を行っているとのことであり、対象となる方や家庭に周知を図っておられることが理解できました。ワクチンの対象者の定期接種については、4月現在で192人が終了しておられ、
接種は2387人とのことであり、接種をされた方は全体の 7.4% ほどになるようであります。またキャッチアップ接種は接種者は1354人が接種をされており、4632人が未接種とのことであり、全体の 29.2% となるようであり、約3割近くの方が接種をされたことになります。このように HPV ワクチンへの接種率の低さの要因として、ただいまの部長答弁にありましたように、接種が始まった頃に重篤となる副反応が出たということで、多くの国民の方に接種の不安があるということが要因で、伸びないことのになっていると思いますけれども、年間1万1000人の方が罹患されており、その中の約2900人もの方が亡くなっている状況がございます。毎年2900人、約3000近くの方が毎年亡くなっている。ということが、どうぞ市民の皆様もご理解いただければなと思います。先ほど申し上げましたように、キャッチアップ接種は今年度をもって終了いたしますので、周知については、さらなる徹底を図っていただきますよう、要望いたします。ここで再質問をさせていただきます。最近、テレビ等で、この子宮頸がんワクチンの接種と定期検診を進める若年層への宣伝をよく見受けるようになりました。そこで、若年層の子宮頸がん検診の取り組みについてお尋ねをいたします。健康福祉部長、福本圭三君。はい。議員お尋ねの若年層への子宮頸がん検診の取り組みについて、自席よりお答えします。子宮頸がんの発症予防には、HPV ワクチンを接種することが有効とされております。また、最低でも2年に1回は、若い年代から子宮頸がん検診を受けることで、がんの早期発見や負担の少ない治療につなげることができます。そのため、本市におきましては、若年層の子宮頸がん検診の受診勧奨の取り組みとして、21歳と31歳を対象に、チラシと無料クーポンの送付、またヤング検診のオプションとして、検診を案内するなどの取り組みを行っており、昨年度の20歳から39歳までの検診では、609人の方が受診されております。今後も引き続き、若年層への HPV ワクチン接種と、がん検診の定期受診を勧奨し、子宮頸がんの予防と早期発見に取り組んでまいります。以上、お答えといたします。橋本龍一君。はい。子宮頸がんの発症予防には、ワクチン接種が有効であると合わせて、若い年代からの子宮頸がん検診を受けることが、がん発症の予防や早期発見につながるということが理解できました。ただ、病院での受診となると、主にこれは婦人科、産婦人科の病院となると思いますので、結婚前の方は少し敷居が高い印象があります。社会全体において子宮頸がんへの理解や正しい認識が必要になってくると思います。市におかれましては、機会を捉えて、広く市民の方へ向けての子宮頸がんの理解を促す広報にさらに取り組んでいただきますよう要望して、この広報を終わります。以上。橋本龍一君。はい、最後の質問です。第項目4、一般廃棄物の持ち込み及び適正処理について、本定例会にて上呈されております。八代市廃棄物の原料及び適正処理に関する条例の一部改正において、持ち込みごみ処理手数料の改定が行われておりますが、一般廃棄物の現状及び改正の経緯、また県内他市の状況について、市民環境部長にお尋ねをいたします。市民環境部長、浜田康介君。
皆様こんにちは。議員ご質問の一般廃棄物の現状や手数料改定の経緯及び県内他市の状況についてお答えいたします。まず環境センターに搬入される一般廃棄物の現状でございますが、年々減少傾向にあり、今年度の年間総搬入量は4月から受け入れを開始いたしました氷川町分の約3000トンを含めて約3万8000トンと見込んでおります。そのうち今回の手数料改定の対象となる一般廃棄物は、収集運搬区画業者もしくは市民が直接環境センターに持ち込むもので、全体の 40% にあたる約1万6000トンでございます。なお、そのうち約9割は収集運搬許可業者により搬入される事業系一般廃棄物でございます。次に手数料の改定に至った経緯でございますが、現行の10キロ当たり100円の処理手数料は平成16年度から改定を行っておらず、一方でごみ処理にかかる経費は人件費や物価の高騰により年々増加し続け、現在のごみ処理原価は約220円と、手数料とごみ処理原価が乖離した状態となっております。また、一般廃棄物の処理につきましては、発生した市町村内で処理することが原則となりますが、近隣自治体より手数料が安く、価格差が大きくなりますと、市街地域からのごみの持ち込みが懸念されるため、手数料の均衡を図る必要があります。さらに2050年のゼロカーボンシティの実現を目指す本市におきまして、ごみ焼却により発生する二酸化炭素排出量の削減は、取り組むべき重要課題の一つであり、市民および事業者に対しまして、循環型社会の形成に向け、ごみの減量化と分別意識のさらなる向上を促進していく必要があります。このように将来にわたりごみ処理を適切に行っていくためには、処理費用の負担の適正化を図る必要があることと、八代市ごみ問題等対策検討会から近隣自治体との均衡を図るよう提言がなされていることを踏まえ、10キロ当たりの手数料を150円に改定するものでございます。最後に県内他市の状況でございますが、本市を含む県南3市と阿蘇市では10キロ当たりの処理手数料は100円でございますが、近隣の宇城市と宇土市では今年4月から150円を200円に、天草市と上天草市では50円から150円に改定されており、そのほか熊本市など6市は150円から200円という状況でございます。以上、お答えといたします。橋本龍一君。環境センターに搬入される一般廃棄物の現状は年々減少しているとのことを伺いまして、やはりこれは市民の方のごみ問題に関する意識が高くなっているのかなというふうに思いますし、これまでの取り組みについて心から敬意を表したいと思います。今回の定例会にて上程されております、この改正案においてこれまでの環境センターに搬入できる10キロ当たりのごみの手数料を現行の100円から150円に改正することの経緯について、これは値段が高くなるわけでございますので、そのことについて市民の皆様にも知っていただき、ご理解が必要かなという思いから今回質問させていただきました。お伺いしたところによりますと、現在のごみ処理原価は220円かかっているとのことであり、今回の100円から150円に改正されることについてはもう理解するものであります。また他市の状況と比べてみても妥当な価格であると理解できました。今回の条例改正案において市民の皆様にもお知らせした方が良いと思われるのが、いわゆる家電リサイクル4品目対象であるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機についての持ち込み受け入れ廃止についてであります。そこで再質問ですが、環境センターでの家電リサイクル法対象4品目の
受け入れ廃止に伴う影響について市民環境部長にお尋ねいたします。市民環境部長浜田光介君。議員ご質問の環境センターでの家電リサイクル法対象4品目の受け入れ廃止に伴う影響について自席よりお答えいたします。家電リサイクル法とは、一般家庭から排出されたエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電4品目から有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに資源の有効利用を推進することを目的とした法律でございます。家電リサイクル法においては、対象4品目について買い替えの際などに処分する場合は、原則家電量販店などの小売業者に引き取り義務があり、また個人で処分する場合も国で決められた指定引き取り場所に直接持ち込むことができるため、県内他自治体では対象4品目の受け入れを行っていない状況でございます。しかし本市では郵便局で事前にリサイクル券を購入の上、重量および品目ごとの手数料を負担していただくことで環境センターでの受け入れを行っております。一方、指定引き取り場所に個人で直接搬入する場合は手数料は無料であり、家電リサイクル券のみの購入で済むため、問い合わせがあった際には市内における指定引き取り場所である四季ヶ町にございます久留米運送株式会社八代支店への持ち込みをご案内しているところでございます。なお、個人による持ち込みができない方につきましては、市内の大型家電量販店による引き取りをご案内しております。ご質問の環境センターでの受け入れ廃止に伴う影響につきましては、対象4品目の受け入れ件数が令和4年度、5年度ともに30件程度であり、影響は少ないものと考えられますが、司法やホームページ、環境センター受付窓口等での事前周知に努めてまいります。以上お答えといたします。橋本龍一君。ありがとうございました。ただいまの部長答弁を伺い、私も初めて知ったのですが、恥ずかしいのですけども、家電リサイクル法において対象4品目については、原則家電量販店などの小売業者に引き取り義務があり、個人で処分する場合も指定取引所に直接持ち込むことができるとのことであります。今部長の答弁にありましたように、この指定取引所というのが、本市においては四季ヶ淵町にあります久留米運送が指定取引所であるということでありましたので、今後はこちらの方に持っていけばいいのだなというふうに改めて自分も分かったところでございます。県内各自治体においては、八代市以外はこの受け入れを行っているところはないということで、これも驚きでありました。他の自治体においてはもう全くないということが本当に驚いたところであります。本市においてはもう場所的に分かりやすいという利便性もあって、市の環境センターへの受け入れができていたように思われます。本議員も実際に環境センターに我が家のこう古くなった家電品をですね、直接持ち込んだ経験がありませんで、買い替えるたびに業者さんにお願いしておりましたので、そういったところになっていたのかというのが初めて分かりました。このように改正点の経緯と趣旨について理解することができました。今回の改正に伴う影響としては、年間30件程度の受け入れであるので大きな影響がないとのことではありますが、部長答弁にもありましたように、市民の皆様への周知を十分図っていただきますようお願い申し上げます。廃棄物の処理問題については市民の方も関心を持っておられることと存じますが、昨年9月、他自治体において環境センターでのリチウム蓄電池による火災事故が発生し、大きなニュースとなりました。そこで再質問させていただきます。環境センターでのリチウム蓄電処理に関する安全性についてお尋ねいたします。市民環境部長浜田光介君。議員ご質問のリチウム蓄電池の処理に関する安全対策についてお答えいたします。リチウム蓄電池は小型軽量でエネルギー効率に優れており、スマートフォンやノートパソコン、デジタルカメラなどの電源として
さまざまな製品に使用されており、廃棄する際は家電量販店などに設置されている JBRC リサイクル協力店の回収ボックスへの持ち込みをお願いしております。また、近年リチウム蓄電池に起因する廃棄物の処理施設の火災等が全国各地で発生しており、消防庁が令和6年3月に発表した住宅における電気火災に係る防火安全対策検討会報告書によりますと、リチウム蓄電池による火災の原因は処分方法が分からず不適切に廃棄されたことにより不燃ごみの処理過程で発煙発火し延焼する事例がほとんどを占めております。本市では令和4年4月に資源物処理施設の回転破砕処理中加熱式タバコのリチウム蓄電池が発火しガス抜きされていないスプレー缶のガスに引火する事例が発生しておりますが、この際には回転破砕機の検知器が作動し自動消火装置により消火したことがございます。また同年10月に家電類の作業場において混入していたモバイルバッテリーと搬出作業をしていた重機バケットが接触し熱を帯びて破裂する事例が発生しております。このような事例が発生しましたことから収集した家電等を回転破砕機へ入れる際は事前に選別用の作業場を確保し手作業でリチウム蓄電池を内蔵する製品やスプレー缶を分別することで破砕機内の事故防止に努めております。さらには家電類にリチウム蓄電池が混入しないようそれぞれの保管場所を明確に区分し施設内での出火を未然に防止するため赤外線サーモグラフィーによる温度調査を定期的に実施するなど改善を図っております。改善以降は現在まで発火破裂等の事例は発生しておりませんが今後も委託業者と連携し施設内での問題点や改善点などについて情報共有を図りながら必要な対策を講じてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。橋本龍一君。はい、本市においても、大事には至らなかったもののリチウム蓄電池を起因とする事例が2件発生しているとのことであり、現在は改善策を講じ厳密に対処しているとのことであり、以降このような事例は発生していないとのことであります。今日さまざまな家電製品の中にリチウム蓄電池は内蔵されており、いわゆる電動玩具などの中にはなかなかすぐには取り出せないものもあるとのことであります。現場で職務に当たられる職員の方のご苦労に感謝申し上げます。今後も事故のないように十分注意を払っていただきますようお願い申し上げます。また私も含めて市民の皆様におかれましても我が家から出す廃棄物ゴミ等については責任を持って出すことの必要性を強く感じました。 SDGs が世界の関心事になっている今日、いわゆるゴミ問題については多くの課題や取り組みの必要性があると思われます。今後も機会を捉えて質問させていただきたいと思います。これをもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。